騒ぐ思考飛ばして。ラジオネームみりんさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。あゆむさん、カイトさん、こんにちは。こんにちは。私は4月から高校2年生になるのですが、一向に友達ができません。ということで、日向のようにコミュニケーション能力を高めるのが私の夢です。おお。あ、なんか同じメールが届いてる。同じメールっていうか、なんか内容がね。内容が似ているメールがあるそうです。ラジオネーム、まゆみさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。4月からまた新学期が始まり、新しいクラスに変わりました。うん、新しいクラスでまた友達ができるのか、少し不安でもあります、うん。やはり新しい友達を作るには自分から声をかけないとダメですかね。頑張って勇気を出すのが私の夢です。なるほど。勇気を出すためにどうするかっていうところをコミュニケーション能力を高め。でも正直、うんうん、原作の日向、ちょっとグイグイ来すぎて怖い。この前のね、収録でもちょっと思ったよね。グイグイ言ってるなあいつって。怖いと思って。すごいんだよね、なんか、コミュニケーション能力の化け物、化け物。本当にすごい、本当にすごい、自分で言っちゃうもんね、興味持ったら。そうですね、じゃあそんな彼女らにメールをお願いいたしますよ、うん、あ、じゃ あエールをお願いいたしますよ。エールを言います。はい、お願いします。ゲーセンに行って音ゲーをやればいいじゃない。はい、じゃあ僕のちょっと待って、ちょっと待って。じゃあ本当にでも、あの音ゲーで友達結構できるんだよ。あの、そうなんですね。やっててなんかこう待ってる時とかに結構話しかけられたりすんの、なんか、あのポップンとかすごいっすねとか、なんか一緒にやりませんかって言われる時がたまにあって、それで仲良くなったりしたことあったよ、うんうんうん、お前。あ、すごいですね、うん、だから音ゲーやったらいいんじゃないかな。一緒にできるんですね、ああいう。そう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 、一緒にやったりもできるし、いろいろね。で、なんで、なんていうのかな、結構敷居もそんなに意外と高くないから、はいはいはい、ちょっと今の時期だったら、感覚がすごい、反射神経とかもすごいあるだろうし、今から始めたら、何年後かにトッププレイヤーになれるかもしれないし、なるほど。そう、アスリートになろうって思って。アスリートに。うん、音ゲーのアスリートに、そう。うん、もう全然おすすめしない。これだけ聞いといてね。あっさり行かれたよ。じゃあ、そんなカイト君のエールをお願いします。はい。はい、みんな思ってることは同じ。自分から行動しよう。あ、あ、そうだ。そうです。ちょっとたまにはいいこと言おうかなって思いますよ。え、すごい。あのさ、それ言い直していい？え、それ、それパクって言い直したい。もうね、本当にね、本当最低だな。そう、たまにはね、真面目なこと言いたいですからね。いや、でも本当そうなんだよね。みんな思ってること同じだよね。そう、だからみんなも友達欲しいと思ってるし、クラスに馴染めるかなって不安なんで、自分から行動を起こすことで、そういう人たちとこうね、コミュニケーションを取っていければね、コミュニケーションも高まるし、友達もできるしっていうところですよ。きっとしてもらったらさ、相手もさ、嬉しいよね。そうです。そういうのが難しい。ただ、ぐいぐい行きすぎると、あ、こいつうぜえなって思われちゃうんで。なんかさ、そこはあの、兼ね合いをちょっと自分なりにね、やっていきましょう。そうなんだよね。ちょっとあまりにもね、あの、ひなたみたいな感じで、ねあのさ、バレーってすっげえんだよとか言ってさ、こう。面白いんだよやろうぜもう2メートルぐらいしか離れてないのに、その爆音何みたいな。まず、そうやってる人はこういう、でもお便り出さないよね。そう。だから、まあまあ、きっと大丈夫なはずだ。うん。だから、自分から行動してみましょう。うんうん、はい、お願いします。じゃあもう一つお便りいきます。はい、ラジオネーム。